どうもサウィッチマンだってです。富沢です。始まりまサンドウィッチマン。ラジオやらせろでございます。えー、この番組は FM いずめをキー局に東北を中心としたコミュニティ FM31 局で放送しております、えー。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。えー、なお、この番組へのメッセージはメールアットマーク f m 7 9 7ピ o j p メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字でございます。お願いします年末ですね。年末なんですか。年末ですね、うん。なんかどうなんでしょうね。まあ、早い早いと言っております、ねうん、早い早いと言ってると、また早く感じてしまうんで、うん、はい。遅い遅い,遅い。遅い,遅いと言っておりましょうか遅い遅いって言えば遅いからね。 別に遅いの望んでいるのかどうかねえ、そうですよね。島崎敏郎さんが亡くなっちまいましたね。ねえ。アダモちゃん。アダモちゃん。ショックですね。なんか、今年は、亡くなる人多いね。なんか多い気がするな六60代でしょ、うンガ。60代、68。若いよね、今で言うと。我々が、 見てきたバラエティーの方々が結構いやそうだよなお亡くなりになることは多いですねうんいやショックだね、うん、なんか一世風靡した方がね、うん、あ,あのマックのマック,マックのポテトをね、うん、買って、うん、娘の塾を待つんですよ <laughs> 前に言ってましたね。このラジオでしたっけね。な、うんうん、ポテト1個だけ買って、うん。ポテト1個だけ買うってすごい。なんで勇気いるいやいやいや、別にポテト L サイズ1つくださいって言うだけだから。別にそれはいいんだけど。<笑><笑>なんか、買えないわ。えセットで買いたいなんか、申し訳なくて。いや、そんなことないだろ。いっぱい買っちゃう。すげーいっぱい並んでるからさ。うん、で、すげーいっぱい並んでる中でポテト L1 個,個,個だけ買う。 で、お前噂のお客様とかに出るぞ、その。一個だけポテト買うしでも今本当にほとんどが、ウーバーイーツとかの人たちなんだよね、並んでんのが。要するに配達する人ら。あ、マックもやってるやってる。そう。そこにその正規のお客様、俺がね、行って、ポテトを一一個だけ買って、娘の塾まで行って、外で待ってんけど で、食べない。食べない、食べない。まだ食べない。俺はね、俺は食べない。俺、食べたら止まんなくなる。それって、まんま持って、袋に入って。いや、もちろん、紙袋に入って。紙袋に入って。そりゃそうです。まんま持って、軸の前に。いや、それやったら食べてしまうから、見ないようにしてね。あれも一回、食べ出したら止まんないじゃん。手つけたら終わりです。終わりでしょ。終わり、最後まで無限でしょ無理です。それ絶対やめとこう、つって、 で、娘の帰りを待つんですけど、うん、どん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 ポテトが、最初は揚げたてでね、うん、熱々だの持ってるだけで。まあね。うん、それがどん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 冷たくなってくるのが分かるわけですよ、ね。何分待ってる結構ね、あの、押すのよ。うん、で、俺もちょっと早めに買ったりしてるから、うん、並んでるだろうなと思って早く行ってさ。<laughs> で、娘が塾から降りてきて、うん、わあポテトだっつって、あむ、うん、ってこう食べ、食べながら、 家まで帰るんですけど。うん、でも娘のリュックを俺が背負ってね。うんうん、その時間が幸せです。過保護ですね。なんで娘のリュック。いや別にいいんだけど、そんな軽いやつだから。た <laughs> だからポテトをほら、食べるのにね、邪魔だから。<laughs> <laughs> そうそうそう。さあメール来てますんでね。<laughs> はい。小タのド・イガラシと申します。はい、えー、先月のライブ、観戦後の、 初投稿を読んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。ライ、ねうん、後日、病院でしんみり聞き直しました。はい、というのも、私は、海洋性大腸炎という難病指定の病気に20年前かかり、4回入院を経て、現在2ヶ月おきの点検、うん、あ点滴治療に出会い、おかげで10年以上悪化もなく普通に過ごせています。<ー>太りましたが。うん、ちなみに、こう、安倍総理と同じ持病です。 その点滴中に聞き直しまさかメールを富澤さんが読み立てさんが愛の手を入れる展開に嬉しいような照れるようなえも言われぬ気分でしたうん厚かましいと思いますがついついメールしましたいや嬉しいですありがとうございますこちらこそね嬉しいですからねメール読まれるとねそうだよねうんあ私の投稿したやつだね私はハガキでしたからねあそうなんだでも何点滴入院みたいな検査入院なのかな 点滴治療。点滴治療。無か月王権。うーん。ち,ょっとちゃんとね、あの、忘れずに言ってくださいね、それをね。 定期検診はね。ね。うん。えー、いつもラジオを拝聴してる神奈川県の大学生です。ありがとうございます。最近、伊達さんのことを思い出す出来事があり、うん、あらそれについてお伝えしたくメールしました。何<に>先日ふと気づくと下腹部、言葉を選ばずに言うと股間、うん、またはおちんちんの近くに直径7ミリほどの出来物ができており、うん、それからしばらくして病院へ行きました。うん、最初の方はニキビがひどくなった程度のものだと思っていたんですが、うん、病院の先生からこれ これは皮膚の腫瘍だよと言われる、政権<ら>っていう、うん、検査に出すために患、うん、部を切り取ることになりました、うんえー。今まで大きな怪我や病気、病にかかったことはなかったので、うん、少し緊張したんですが、うん、実際、幹部を切られてたときは何も感じませんでした。し、うん、しかし切られる前の極小麻酔 うん、の注射ががすごく痛かったたのが印象的でしたははというのも自分の場合は場所が場所のためか、3回ほどの注射のうち、2回はおちんちんより少し離れたところだったんですが、えー、残りの1回はおちんちんに直接注射され、えー、とんでもないなとおじけづいてしまいました。はいはいはい その後、政権の結果は良性で、それ以上の処置は何もなかったんです、うん、今でもちんちんに注射された場面は焼きついていて、3ヶ月に一度、尿道にカメラを入れている伊達さんが初めてすごい人だったんだと、心頃は思いました。お二人の健康をね、<laughs> はい、ねえ、聞いただけで嫌だね。もうそういうね、体験をすると、あ、あの人すごいんだ。いや、だ俺すごいよ。<laughs> 俺すごいと思う、自分でね。あう。うん。あ、そう。 ラデさんは3ヶ月に1回ですか ?3 ヶ月に1回ですね。12月も1回入ってますね。ちゃんと行ってます、ね。もうこのラジオの日よりは前にもう行ってますね。うん。うん。12月の検査は確かそうなんだよ。またカメラなんじゃなかったかな。何回もやってるけどね。うん、前日になると明日だ、嫌だ、嫌だ言ってますから、ね。嫌だよ。マジで嫌だから。うん、本当に。これ検査、嫌すぎていかなくて、もう1回できる人がいるんだから、ああたくさん。 そうだよ。<ー>この検査がすごい嫌だっつって。うあの、内視鏡。聞いてるだけで嫌だもんね。嫌だよ。膀胱鏡、膀胱 <laughs> 膀胱鏡嫌だよ。変わってほしいよ。水本頼む。桃源鏡みたいですよ <laughs> <laughs> それいい方でしょ。<laughs> 膀胱鏡とは全然違いますから。すごいんだから。そこにカメラを入れるとすごいし。<ー>まあまあ、でもやっていかないと、ね、あのね、入れるとき、カメラ入れるとき、うん あれ、俺、俺ってこんなにちっちゃいよっていうぐらい縮こ困ってるから。<laughs> おちんちんが。おじけづいてる。おじけづいて、もうなんか隠れようとしてるぐらいの。でも、そんな、<laughs> そんなとこにカメラどうやって入れんのえふにゃふにゃするわけじゃないですか。うん。ぐるぐるぐれっと押すわけ。うん。あの指でぐってこう、ぐーっと押されるから。ね、<laughs> でも、硬ければ硬いで入んないだろうしな。いや、硬いやつはいないと思うな。あの、 場面で硬いやつはいないと思う。でも触られるわけでしょう一瞬ね。つって。その時にあ、あっ、うん、いや、な早いな。チ,チロリンピンカすぎるだろ。<laughs> いや、もう本当に、思い出してる。やですよ。はい、気をつけましょう。ドロバッキーさん、はい、40代の男です。だもん。自分はラジオやらせる中でも食べ物が絡む話、特に伊達さんがオリンピックの開会式の夜に大食いをした話などは、うん 何十回も聞いて楽しませてもらっても。<laughs> 全然覚えてないですけど、ね。オリンピックの開会式の日<や>開会式って俺は言ってないじゃんね。何<で>食ったっけ<ー>何食ったか覚えてないんだよ。<laughs> 記憶力がないから。今回は自分の経験した食べ物に関するお話を聞いていただきたと嬉しい。うん。 20年ほど前営業の仕事で他県を毎日走り回っていた時のことです。一、はい、人で働いている時はお昼ご飯をコンビニなんかで済ますことが多かったんですが、うん、3日に1回ぐらい同僚と一緒に巡回することがありました。はじ、うん、めは二人で有名な美味しい店を探したり、お客さんから聞いて店などに行ってたんですが、はい、半年以上も経つとそれに飽きてきました。うん、そこで二人で新しい店を独自で開拓しようということになりましたいい、ね、そこで考えたのが、じゃんけんランダムメスです。うんほう このやり方はまず二人で10以下の数字を言って合計する。うん、合計した数の回数。車で走りながら交差点に差し掛かるたびにじゃんけんする、うん。はい。助手席が勝つと左折。うん、運転席が勝つと右折。 はあ、アイコで直進というふうに、うん、合計回数分のじゃんけんを行い、うん、じゃんけん終了後一番最初に見えた店に絶対に入って食事するという。ああ、うん、なるほどね。楽しそうですね。はあ、チェーン店不可という縛りだけでこのゲームを繰り返していました。うん 大体はラーメン屋さんや定食屋さんに当たることが多く、うん、たまに洋食系という感じでしたが、うん、場合によっては店が一軒もなく、うん、昼飯抜きで仕事に戻ることも多かったです。はい、あ。食べられないこともありましたが、どんな店に当たるかハラハラして面白かったです、うん。確かに。しかしあることを境にこのゲームは終焉を迎えました。<laughs> 何がいつものように同僚とゲームし辿り着いたのが古い住宅街の中、うん、こんなところに飲食店はないだろうと半ば諦めて走ってると住宅街外れ、 の、林の境目に、何本かの上りが立っています。近づくとそれは中華料理の文字。もういいじゃない。しかし外見は古びた2階建ての住宅で、入り口は生い茂った植木で、中の様子も伺えない。自然と無口になる二人で植木をくぐると、建物の玄関と別にドアが。同僚がドアをクし、やってますかと声をかけると、どうぞの声。中に入るとカウンターに4人掛けのテーブル、座敷という作りになっていました。 しかし座席は粗大ゴミのようなもので埋まり、カウンターは古新聞と飲みかけの牛乳から、いつからあるかわからない黄色く変色したご飯の茶碗などが散乱し、うん、自分たちは唯一座れるテーブルに着席しました。うん、店員はおばあちゃんとその息子らしい二人。うん、自分らを気にせずテレビに食い付けでした。<え>メニュー自体は普通の内容で、自分は酢豚定食、うん、同僚は中華丼と頼みました。うん、出てきた料理はご飯は カピカピ、カピカピな感じはするものの、見た目は普通ですしかし、なんとなく頼んだ酢豚を一口食べると、酢豚だから酸っぱいのか、食材が悪くて酸っぱいのか、あんう最悪だよ、もうそれ。一緒についているスープは、具は多少入っているものの、お湯かっていうほど味がない有様です。ルールとして感触があったので。 口にねじ込むように食べながら同僚を見ると、涙目、えーうん、で中華丼を書き込んでいました。マジか。二人で完食すると支払いを済ませ逃げるように店を後にしました。うん、同僚は中華丼のうずらの卵が食べたことない別の味で飽きそうになったという、う<わ>その日二人は食中毒の恐怖でほとんど無言で過ごし、うん、それ以降このゲームが開催されることはありませんでした。い怖いな。 ちなみに食べてる間誰もお客さんは来ませんええ。<ー>長文になり申し訳ございません。お二人の職にまつわる話がありましたら聞かせてください。<laughs> いやー。怖 <laughs> <わ>ちょっと。長そして。長 <laughs> 長いけどなんか面白 <laughs> こ怖<わ>これなー。いや、あるよ、そういうお店ね。なんかまあね、あんまり入ったことないですけど。いや、俺もい、 2回か2回あるな俺も基本残すの嫌いだから、うん、ある程度食べる方なんだけど、うん、俺も中華丼だな、確か。<laughs> もうなんか野菜が腐ってるって俺なんかね、<ー>なんか俺結構舌敏感なのか、うん、あれこれちょっと悪くなってんじゃねいっていうの、なんかわかんない。うん、スープで。ほぼ残したことあるよ。8割ぐらい。そういうのって、どう、何にも言わないでしょ、でも。言わない言わない。 言わないなでも別にそこは普通の中介さんで、他にもお客さんたまにいるところで、ね、なんだこれと思って。で、残したもの。も、ま、う、あね、二度と行かないけどね、ういう <laughs> あんまりないけど。うん。 たまに、何これっていう時あるよね。だから、悪くなってんのかもしれないけどね。でも、酢豚ってわかんねえな酸っぱいからね。酸っぱいからな <laughs> いや、でも酢豚違う酸っぱさって最悪だからなか無難なものチャーハンとかにしないのかな火入れるやつね。 なんだろうね何がわ悪くなってたのもう肉が悪くなってたの。肉とか、意外とあの野菜の悪くなってたやつってちょっとこう酸っぱさあるからね。キャベツとか、白菜とか。うこうしたら一回、ラーメンがまずかったことあったの。ラーメンの麺がさ、ボソボソの。のもたまにあ,あったよな、ね。ね、あれどこだっけなあれ。なんだこれ違っ,ったよな、ね。そ <laughs> <laughs> んな。 なんかどっかあったね。粉っぽいし、ぼそぼそ切れるし、これ絶対、あとこの辺、この辺の、行った時に、まずっと思って、嫁さんと二人で残したことある。俺だけあれだったらわかるんだけど、嫁さんもまずいと思ってるから、あ、二人まずいってことはまずいんだなと思って、したことある。これ、店でまずいってありえないと思うんだよね。 だから本当になんか、なんかが悪くなってるとか、うん。なのかもしれない。そう、わかんないもんなのかね、プロは。全部試食するわけじゃないじゃん、うん、味見。ねだからこそわかんないんだ、ね、だからやっぱ繁盛店とか行けばさ、常に食材新鮮なんだろうな。そうねは、まあ、チェックも食べないだろうな。だそういう意味で言うと、チェーン店は安心じゃんね。逆に。逆に。うん。うん あれは、だから、言った方がいいのかねなんかちょっと悪くなってるかもしれないですけど。だから、まあ、なんだろうな別に、うん、だから代わりのくださいっていうつもりもな,ないんであれば、うん、お金払った後、ちょっと、なんか、うん、ごちそうさまでした。うん、なんかちょっと酸っぱかったかなとかっていう一言。うん、それで、っいのかお店の人は、ああ、ごめんなさいして、ちょっと気をつけるよね。うん か、そんだけ残してるって何かあるんじゃないって思ってほしい。うん、そこ気づくかなわかんないけど。食材気づかない人そこ気づかねえと思うんだよな。なんだ全然食わないであの野郎っていうわけわかんない。ってことは何かあるでしょってこっちは思うんだけど。うん。うん、こんなに残してなですよ<あ>っていう。こ <laughs> れ全然食ってるよ。なんだろう。なんか悪かったのかなって思ってほしいですけど思ってほしいけど多分思わねえだろうな最近 なんか美味しいの食べたいな美味しいの食べたい美味しいの食べたい美味しいなおしゃべりメロはいどう ?U 字型便座の使用方法について、うん、突然ですがサンドの二人は U 字型便座に出会ったことありますかあるよ普通に前空いてるやつでしょあれ大型夕型あるね女性の私は U 字型便座に出会ったことがありません えどうやら U 字型は男性専用のようです。教えてください。あの U 字型便座の隙間は何に使うんでしょうか女性の私は分からないなりに男性の局部を乗せて安心感を求めているのかとひらめきました。しかしちょろちょろの方は乗せてしまうと外へ発射してしまいますよね。これはダメだと。だとするとメリメリの方の時にぶつからないよう U 字型の隙間に物を乗せて 安定させてから用を足すのかなと。気になって夜も眠れません。んサンドの二人の意見を教えてください。あんなとこに乗っけるやつはいい乗せるって、乗せるってどういうこと便座に便座に乗せると思ってるんだよい,いや、乗せませんよ。汚いじゃないですかね。汚いよ。<laughs> あれ、俺ら住んでたアパート U 字型だったよな。そうだっけそうだよ。俺、便座カバーなんかかかったん <laughs> なん。確かに言われてみればんで開いてんの あの、ちょっと便座が小さい、便座っていうか、便器が小さい、あの、便器が小さい便座カバーは、うん、いうなのかも。便器が小さい便座カバー <laughs> なんで、いや、なん,なんで開いてんいや、だから、便座が小さいから、前開けとかないと男性はやりづらいからじゃん。 便、便器が小さいから。から昔のユニットバスとか。うん、要はあった企画のじゃないってことうん。便座が小さいから開けてる単純に。まあ、便器がね。その陶器の。うん、陶器が小さいから、うん、そのよりも小さくなるじゃん、便座は。小さくなんないでしょ、まあお。まあ、尺は同じぐらいだけど、うん、そうすると、 穴は小さくないで。便座の幅で。うん、そこが大型だと、もうほんと肛門専用の便座になるから、<laughs> 男性のためなんじゃないの <laughs> 前空いてるて最近見えな,いな、でも夕方の。あんま気にしてないから、でも、そんな、だテレビ局とかは言うのはないですよ。は友事はないね。だあのー、 えっと、あったかくなるじゃない今、ペンザ。うん、暖あったかくするには多分、王じゃないとできないんじゃないかなうん。そんなことねえのかなだとしても、なん、優は何のために今までじゃあったんだろうっていう。いや、だからその、おちんちん用じゃないですか。おちんちん用う乗、ん、せる。おちんちん。いや、なんで乗せるんだよ。乗せるって意味わかんない。まず、<laughs> おちんちんをねじ込み用じゃない。 <laughs> ねじ込みをねじ込みをっていうか、前のね。でももしかしたらものすごく巨大な人がいたら、そういう方がいいのか、うん。いや、巨大、うん、巨大な人でも、うんちするとき巨大にはなってねいだろ。もう、通常で巨大です。通常で アナコンダみたいな人が、<ー>アナコンダみたいな人がアナコンダみたいな人 <laughs> アナコンダみたいな人はもう、それ専用の勉強作ってくれ。<laughs> もしかしたら、そういう、うん、ほら。ねじ込むのが大変なぐらいの人が、うん、あれがある方がいいのかもわかんない。わかんないよ、全然。でも俺最近、友事は当たってないの。うん。 あの、ベンザカバーもさ、大型と夕型の、あるじゃんね。うん、じゃあ、俺たちが住んでた時の、うん、ベンザカバーは何色だったでしょうピンクお、覚えてるね。あ <laughs>、俺、俺買ったんだまあ <laughs>、買ってる人はわかります。当時だって、あのー、暖ったかくもなんないベンザだからね。もうねあれはね。しかも面白いから、オーシとなかったらよく考えたっけどな。はぁ、あ。ない。ないんだよ。ないね。 そして、トイレットペーパーは山ほど使ってたじゃん。確かにな。なんせ富りあえ日八回行くからね。もう柔らかいから、うん、拭いても拭いても。うん。拭い、柔らかいから拭くことなくていいんじゃないの違う違う。硬ければ、うん、あの、拭くのさえいらないときあるじゃん。ああ、トイレットペーパーいらずね。いらずの。ないよ、そんな拭いても。拭けよ。 噛みちぎるみたいな感じで出てくるから。噛み <laughs> ちぎる感じというか、<laughs> 本当に何だろうね、綺麗にこう、<laughs> うん、あれ拭いてもあれつかないぐらいの、はい、ああいうんだったらいいんですけど柔らかいともう拭いても拭いてもずっとついてる汚い。汚いな汚いわこの話。汚い <laughs> だってしょうがない竹終わったようなうんこをすればさ、うん いいらないもんね竹を割ったようなうんこ <laughs> どういうこといやもうきれいにもう何にもススス竹を割ったようなうんこですね竹を割ったような人みたいに<笑><笑>それはもうトイレットペーパーいらずじゃん確かにトイレットペーパーいらずのうんこなんかねえんだよーーんんやあるってそう,そ,うそういう時は一回ないよ ねねえ、ねえ汚いな拭いても拭いてもついてくるの汚いな大変だよ。嫌だだけど、そういう。拭いても拭いてもってやつ。うん、拭いても拭いても。っていう CM ありましたけど。だけど、ウォシュレットでやると、すぐ 2, 2>。2、3回でいけるから。拭いても拭いても。たま、うん、ちゃんファイトっていう。それ頑張れ頑張る。<laughs> 頑張れ頑張れ。 パチンコ台だよ。パチンコ平大のね。うん、吹いても吹いてもすいません。<laughs> 頑張れ頑張れと。頑張れ頑張れでした。東野ホットスさん。はい。えー、脱さん富澤さん、そして親愛なる募集員さんこんばんは。はい、えー、以前のメールにも書いてあるように、私は21歳の大学生で地理の研究をしています。うん、はい。3年生の今はゼミに配属され大忙し。ああ、すごいね。ええー、昨日は大学2年生がゼミの見学に訪れて、うん、ゼミがいつもより華やかに。あ。 見学していた男子学生とゼミ後にしばし雑談。うんうん、出身どこなの,の私がそう聞くと、宮城です。どうと答えてくれたもう,ん、うちなみに何市仙台市です。うん、というので何、何区と。<laughs> 聞いたところ、まさかの泉区です。私はサンドさんと同居の方に会うのが初で、う嬉しさと興奮でちょっと漏れ、漏れました。汚いな。勝手にテンションが上がり、え、サンドさんと同居じゃん。僕、サンドさん好きなのと、伝えたら、彼はなんと南光大中学校の卒業生。ら。そう、富澤さんの後輩だったんです。うん。しかも、ぼんやりの TV にもお二人と共に出演経験がありえ撮影でサンドさんとお風呂入りました。と、彼のサンド愛が咲く。う 彼は泉を離れて一人暮らしをしている。今もこのラジオを聞き続けていると言っていたので。この、えー、ラジオなら高確率で読んでもらえるから、とりあえずメール出しな。うん、と、謎の先輩面でアドバイス。うん、先輩との雑談がサンドアイを語る時間へ変わりました。うん、長くなってすみません。サンドさんのおかげで後輩との親交を深めることができました。えーまあ、富澤さん、手持ちの充電器減らしましょう。テレビチ。 テレビ千鳥であるやつですかね。え、一緒に風呂入ったって何だろうなぼんやりで俺らと風呂入ることなんか、お前だったらあるけどな。なんだろう。ぼんやりで風呂入ることあんまないけどね。うーん。えー、川崎なんか温泉とかかなスペイン風オムレツだ。はい。 伊達先輩、えん富沢先輩うん。富沢先輩、伊達さん、水本さん、おんです。おんです。えー、まず、先輩と呼ばせていただいたのは何を隠そう私が南高大小学校、中学校の卒業生だからです。おー<う>。また私は伊達さんとも決して浅くはない関係があります。何私は、2016年1月放送のボンヤリーヌ TV の大里村のロケの中で、うん、夢見の国という温泉。で、 私の友人3人と伊達さんと裸の付き合いをさせていただいた経験がある。おお<う>。さっきの人う。ん。オブラっトね。やっぱ伊達さんと。あ、そこか。うん。やっぱり風呂だな、温泉な。当時私は小6でした。うん。そんな自分は大学2年生となりまあら2ヶ月後の1月には20歳になります。いや、マジか。現在大学で、 来年度から所属するゼミを選んでいる最中です、うん。そんな中で、とあるゼミに見学という形でお邪魔したんです。はい。そこでかわいしたゼミの先輩に出身地をた <laughs> これは要するに、まあ逆の立場の。<laughs> そうだね。この子もメールくれた。本当だ。ね、面白い。ええー、何区ですかと。うん。で、私はなぜ川崎市に位置する大学にもかかわらず、出身地が泉区かどう、うん、泉区かどうかという、うん、まるで、 高校の入学式のような質問をされるのかと疑問に思いましたが、うんうん、深いことは考えず、泉区ですと答えました。はい、すると、先輩から食いつき気味に、サンドイッチマサの泉区の <laughs> まさかのって言れ、南中出身ですと答えました。はい、だからたまたまその先輩は、このラジオで何度もメールを取り上げられている、サンドさんのガチファンの方だったようで、うん えー、実際に11月7日オンエアで紹介されたアメリカの方の和式うんこ座りの件など、うんうん、自分も聞いて頭に残っていたメールの送り手であったんです。はあ。普通に考えれば、絶対に目で直接見ることのないメールの送り手に出会い、うん、本名を聞いてからラジオネームを知るという、えー、不思議な出会いがありま。面白いね,ね。何かの縁だと思い、今回初めてメールをさせていただきました。聞いてますか、えー、先輩。 えー、話が長くなって申し訳ないんですが、うん、自分と同級生5人にとって、ボンヤリーヌ TV のロケでお二人と偶然出会った思い出の地である、うん、夢見の国という大里村の山にあった大里さん、残念ながら、うん、今年の7月に閉業したそうん。ああ なんか聞いたな、それ。<た>うん、南高台の野田屋という、自分が仙台を離れ川崎で一人暮らしを始めてから、最後に足を運ぶこともないまま閉店を知るということが、何年も多いように感じ、ね、とても寂しいです。市場通りだね。ベガルタや楽天の躍進とスタジアムの高揚感の下でそうやった私からすると近年の歯がゆいシーズンはその寂しさを加速させている気がします。うん、私は今年で10代が終わりますが、これまで私は宮城、そして仙台の人たちの出会いの中で成長してきました。うん であったすべての方に感謝するべく。そして恩返しを果たせるように。また宮城の青春期を迎える次世代の皆さんが10年後に宮城に愛着を持てるように。<laughs> そして三度そんなに宮城、宮城の希望の光となれるように。自分の個性を大切に生きていきます。<laughs> そんな決意を持って二十歳を迎えようと思います。なんつって。そうなんだ。すごいね、若いのにこんなこと考えて。いや、そうね、うん、素晴らしい方ですね。 懐かしいな、大さてで。確か風呂入ったで、あそこがなくなったっていうのはね、聞いたんだな。うん,うん。うん。そうなんすよね。東京出てきたり、うん、別のとこ住んでてね、うん、あそこが終わります、ここが終わりますっての最近よく聞くんで。そうそうちょっと残念、ね。寂しい、ね。<り>寂しい限りだからそういう流れで、その、北京もなくなるかもしれないってなって、うん、新しくできるとかさ。うん、なんか、うん。 もうこれからまたどんどん増えてくるでしょうね。あと次問題とかあるから。い思い出の中華屋さんとかね。うん、結構なくなっていくから。ほ、うんとなるべくそういうとこはあの食べに行っといた方がいいですよ。いや行っといた方がいいよ。いよ近所のお弁当屋さんとかさ。うん、高校のそばにあったお弁当屋さんとか。行ってください皆さんね。来なくなりますからね。いやほ、うんと。青春の味をね。うん さあ、ということで、はい、今日はこれぐらいでしょうか。そうですね。なんか面白かったな、今日な、ね、ううメールね。うん、こんな出会いがあるんですね。ね<え>、うん、これからも聞いてください、ね。はい。と、はい、いうことで、また来週です。サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオやら。